おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、お父さん、いるんですが、お父さん、ここにいません。ここにいるのは、うららちゃんと、お姉ちゃんのさくら。で、一番大きいのがお母さんのアムラになります。はい。なので、お母さんと姉妹が、ここで一緒に生活しています。じゃあ、お父さん、どこ行ったって話になりました。お父さんは、一番よく、ちょっと小指の方で見づらくなってしまってはいるんですが、一番奥のちょっと小さい運動場の方にいる、こちらの方で一番大きい、そうで、小皿という父親がこちらの方に来ます。じゃあ基本的に野生の場合でも、いつまでもお父さんが一緒にいるのではなく、ネット建物グループの周囲に、オス単独であったり、オスのグループで、寄り添うような形で移動しているそうで、発情期だとかの繁殖期、こういった時にオスが群れの方に飛ばして熱、発情するんですよ、種して。かわいい。っていう形の生活しているそうなので、基本的にオスを一緒に入れておくことはありません。